溶血素あるいは溶血毒素とは微生物によって産生される赤血球の細胞膜に障害を与えることでその赤血球を破壊する脂質またはタンパク質である。微生物により分泌された溶血素による赤血球の溶解はその微生物の栄養の獲得にとって非常に重要であると見られているが病原体が宿主内で産生する溶血素の多くは 宿主の赤血球を著しく破壊するわけではない。しかし、多くの場合、インビトロでは、溶血素は赤血球を溶解させる。ほとんどの溶血素は、タンパク質であり、それ以外に、海面活性剤として作用する脂質がある。溶血素は、インビトロで赤血球を溶解する能力によって、同定することができ、多くの細菌は、 溶血素を産生することができることが確認されている。多くの臨床的に重要な心筋も溶血素を産生すると信じられている。溶血素は赤血球だけでなく、白血球などの他の血液細胞にも影響を与える。大腸菌の溶血素は、単球、リンパ球、及びマクルファージに対して潜在的に障害性であり、それらを自己誘拐及び細胞死に導く。 血液観点配置を用いることで、溶血現象を可視化することができ、連鎖球菌の分類に利用されている。溶血素には赤血球破壊の様式により2種類あり、一つは赤血球細胞膜の脂質二重層を加水分解するもの、もう一つは脂質二重層に穴を形成するものである。溶血素の多くは細胞膜上に穴を形成することによって、赤血球、 白血球および血小板の溶解を引き起こす膜甲形成毒素である。溶血素は通常水溶性の単量体として細菌から分泌される。この単量体は拡散して標的細胞へと近づき、標的細胞の膜上の特定の受容体に結合する。結合後、単量体が集合してオリゴマー化して環状7量体を形成する。溶血素は 黄色ブドウ球菌、大腸菌、腸炎ビブリオなどの多種多様な細菌によって分泌される。黄色ブドウ球菌は膜甲形成溶血素酸性性の病原細菌の代表例である。ブドウ球菌アルファ溶血素酵と呼ばれる感情複合体を酸性する。黄色ブドウ球菌はまず、感受性細胞の外膜に結合するアルファ溶血素、単量体を分泌する。 7個の単量体が膜上に集合して7量体となり、水分子、イオン、および有機低分子の制御不能な透過を促進する、水で満たされた膜貫通チャンネルを形成する。この膜貫通チャンネルは、細胞膜上の穴となり、ATP などの生命活動に、重要な物質の急速な放出、膜電位とイオン勾配の硝酸、細胞壁破裂につながる。 不可逆的な浸透圧的防潤、並びに DNA 断片化をもたらす生態によって作り出されていた濃度勾配に従ったイオンの流入や流出を引き起こすので最終的に細胞子を引き起こす。酵素的な溶血素は膜中のン脂質を切断することによって赤血球膜を損傷する。アルファ溶血素黄色ブドウ球菌の アルファ溶血素による膜貫通細胞の巨大分子構造を色ブドウ球菌によって分泌される。この毒素は外膜との結合とその後の単量体のオリゴマー化によって標的細胞膜上に水十万チャンネルを形成する。浸透現象、細胞の脱分極および ATP などの生体分子の産一をもたらし、その結果として細胞子を引き起こす。 β 溶血素細胞膜の50%を占める膜脂質のスフィンゴミエリンを下水分解することによって細胞毒性を示す。この場合スフィンゴミエリンから放出されるホスホコリンの顕著な上昇が観測される。ガンマ溶血素 β 溶血素とは異なり短いフォアシル差を有するホスホコリン、特に塩水系の分子により高い親和性を有するが、塩筒状質に対しては 溶血素活性が阻害される。標的細胞膜に結合すると八量体となる。このオリゴマー化の直後に、ベータバレルと呼ばれるより安定した構造が形成される。この最後の段階で八量体は、細胞膜中のホスファチジルコリンと結合する。いくつかの溶血素の可用性単量体及び膜孔形成多量体の立体構造が、X 線結晶構造解析によって、 決定されている。例えば、黄色ブドウ球菌のアルファ溶血素は、細胞膜上では、ほぼマイナス7両体ベータバレル構造である。これら菌細胞溶解素も7両体の穴を形成するが、黄色ブドウ球菌がンマ溶血素は8両体の穴を形成する。黄色ブドウ球菌由来のアルファ溶血素7両体は、直径100かつ高さ100のキノコ様の形状を持つ。 溶媒が接近可能な膜貫通チャンネルは7回対象で14から46の範囲の直径を有する。14本差逆平行 β バレルの外側には脂質二重層の非極性部分に相補的な表面となる幅約30の素水性ベルトがある。アルファ溶血素と脂質二重層との界面は素水性相互作用の他塩結合と水素結合によって固定され。 これら相互作用は摂氏65度以下であれば SDS 溶液中においてでさえ7両体の分子安定性を確保する。溶血素は病原細菌の宿主体内での鉄分の獲得に関わる。鉄分は様々な病原性細菌の増殖における制限要因である。有利鉄は有害なフリーラジカルを生成することがあるので体内では通常低濃度に 維持されている石血球は鉄を含有するヘムに富む。石血球の溶解はその周囲にヘムを放出させ、細菌が有利鉄を取り込むことを可能にする。溶血の結果は主に溶血性貧血、つまり石血球が破壊され、通常時に予想されるよりも早く血流から除去される状態である。この状態になると骨髄での石血球の生産が間に合わなくなり、 酸素は身体組織に適切に行き渡らなくなる。その結果、疲労、痛み、不整脈、心臓肥大、または心不全などの多くの症状が現れる。溶血による症状と疾患は溶血素の種類及び、それを産生する微生物のタイプに応じて異なる。溶血素は重要な人体器官への黄色ブドウ球菌の感染についての因子であることが判明している。 黄色ブドウ球菌は肺炎などの重大な感染症の病原菌である。肺炎の場合、炎症過程及びピロ投スの原因である NLRP3 インフラマソームによるエシセイ肺損傷の誘発にアルファ溶血素が関与する。現時点ではアピゲニン及びベータシクロデキストリンは黄色ブドウ球菌による肺炎を軽減すると考えられているが、高アルファ溶血素抗体は 防御をもたらすと考えられている。別の研究では、黄色ブドウ球菌主要病原性因子の膜甲、形成毒素アルファ溶血素は、代替的なオートファジー経路の活性化に関与する分泌物質であることを示している。このオートファジー応答は、人為的にキャンプの細胞内レベルを上昇させることで阻害されることが実証されている。この阻害は、 交換因子ラプゲフ酸とラップ2バイトによっても媒介される。白血球の約80%が生存する容量のアルファ溶血素で全処理した白血球は細菌及び粒子を鈍食する能力及び爽化性を低減させる。白血球の早期活性化、並びにアルファ溶血素による鈍食と爽化性の阻害がインビボで起きたとき、 大腸菌の攻撃からの生存率を大きく向上させる。多くの溶血素、例えばリステリオリシン O は、縮小食細胞に鈍食された感染細菌がハゴソームから脱出すること、それによって縮主の免疫系を回避することを可能にする。溶血素の遺伝子発現調節は、鉄の存在下で抑制される系であり、溶血素は必要な時のみに生産されるように制御されている。 黄色ブドウ球菌における溶血素の発現調節及び病原性発現にはセリン、トレオニン特異性タンパク質キナーゼ及びホスファターゼが関与する。溶血素による病状に対する治療方法は主にその溶血素の酸性微生物に抗する抗生物質の服用である。さらに、いくつかの溶血素については抗溶血素抗体の作用によって中和することができ、 体内での長期かつ危険な溶血作用を予防することができる。血球の破壊が進行しすぎた時は、溶酸や鉄分の補給、緊急の場合、輸血が必要なことがある。稀に、脾臓は血液をろ過して、死滅細胞や損傷細胞を血流から除去し、赤血球の不足を悪化させるために、脾臓の摘出が必要があることもある。耐熱性溶血毒は、 現在、腫瘍学の分野で研究されている。腸炎ビブリオによって産生される TDH は、大腸癌の細胞増殖を抑制すると言われている。TDH は、プロテインキナーゼ C ン酸化を伴う、細胞外環境からの CA に流入を誘導する。活性化 PKC は、高大腸癌治療の合理的な標的である、上皮成長因子受容体のチロシンキナーゼ活性を、 阻害する。アルフー溶血素は DNA のナノサイコをシー C ンシングに利用されている。また、細胞膜上に細胞のヌクレオチドを枯渇させる細胞を形成させるためにも使用されている。ありがとうございます。